新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくね、あゆみちゃん。こちらこそお姉さん。動画編集のスキルの向上も兼ねて、去年の5月頃から動画投稿をスタートして、いくつか動画を投稿していきました。動画を見てくれた人たちも協力してくれた人たちもありがとうございます。特に私たちをデザインしてくれた疾風井村井さん、背景とゆかりちゃんを描いてくれたイスルギラトネさん、そして専用の BGM を作曲してくれたゼロディバイドサウンドワークスさん、本当にありがとうございます。内心無茶なご依頼をしているかなと思いましたが、それでも皆さんが協力してくれたので動画編集も投稿も始めることができました。とても感謝しています。実際動画を編集し投稿してみて分かったことも多々ありました。これにはこれが必要だなとか学ぶことが結構ありました。分からないことがあれば手探りで調べました。他の人のやり方を参考にしてみたりとか、友人の提案で急遽旅行動画を制作してみたり、思わぬ形で PR 動画を作ることになり、コンテストにも応募したりといろいろとありました。これがきっかけで動画編集の幅も広がったような気がします。普通に働いてもらった給料よりも依頼を達成してもらった報酬の方が嬉しかったです。なんだか不思議な達成感がありましたね。さて今年の目標ですが、本格的に動画編集のお仕事をこなしていく予定です。そうすると動画投稿はどうなるんですか？それも踏まえて説明します。当面の目標は継続的な案件を確立することです。そのためにまずは実績、知名度を上げていく必要があります。幸い協力してくれるつてもありますし、小さな案件をできるだけ多くこなしていき、実績を積んでいきます。その合間に Vlog 動画やショート動画を中心に投稿する予定です。なので別チャンネルを作って、そこにそれらの動画を投稿する感じになります。案件ってこの前のそばの PR 動画ですか？それもありますが、動画一つ分制作するだけでなく、編集だけやサムネだけといった案件もこなしていきます。それと先ほど言ったショート動画も需要が多そうなので、それらの案件をこなしていこうかと思います。ああ、だからさっきショート動画の投稿って言ってたんですね。当面の目標はこんな感じなので、この動画チャンネルを今後ともよろしくお願いします。もしお仕事のご依頼がありましたら、 Twitter の DM またはメールでお待ちしています。ではまた動画でお会いしましょう。それじゃあお雑煮食べましょうか。それとお年玉ください。